手がこうなハスにこう斜めに構えた状態だと、こう指の動きがこういうふうに隣の面にこう当たるよね。だからこれはできるだけまっすぐに構えて、最初の関節でこういうふうに引くような癖をつける。そうすると中のこの間でこう動くと。こういう動きができないと、とてもらは弾けないってことだね。じゃあそれにはそのアポヤンドでこういう練習がいいんじゃない？できるだけ関節で弾く。だから、こういう練習じゃダメだよね。指の動きが大きいのね。それじゃなくて、こう弾くわけだよね。それで、IMA が全部同じ長さにこう揃うことだね。それができないと、なかなか中の弦が弾けない。そのためにはこういう練習と和音も練習するんだけど、和音は3本の指をくっつけて、それでまっすぐにこう弾く。